おりますはい、この台湾の鉄道事故なんですけれども台湾の新幹線は、えーえー、日本の車両が納入されているんです。けども、 もともと日本じゃなくてフランスが受け負ってたんですよね。ではい、で工事がずっと進んできて、はい、で最後車両だけやっぱり日本にするって言って、はい、本来であればフランス製の TCV が走る予定だったのを、はい、日本製の新幹線に変えたというそういう経緯があるんですよね。はい、ただそそそその、ね、そのののね地地面地面とというかか線線路路 信号の規格とかはもう全部そのフランスでも作っちゃってたんですよね。で<ー>これ最初から日本に発注してくれれば多分こういう事故起きてなかったんですよ。うん でちょっとまだね事件事故の状況よくわかってないですけどもこのトラックがなんかこう乗り面のところを整備しててそれがなんかこうずり落ちて起こっちゃってて、はい、でそこにぶつかったわけですよね、えー、これ日本の新幹線で起きないですよこれ、うん、そもそもそんなあの,なあの新幹線の軌道内というのは、えー、なんかあの車が落ちるような ことないですから、はい、だから結局フランスが作っちゃってたんでね、えー、だってフランスってもうフランスの TGV なんか。 クソみたいな電車ですからね。私もね。いや本当です。何度も乗りましたけど。私も乗りましたけど。あれひどいですよね。日もう新幹線とはちょっともう比較しちゃいけない世界です。だからあのだってねまずフランスの TGV って専用軌道じゃないんですよ。もう特普通の一般列車とか特急とか走ってるところに新幹線がビューン入るわけ。走る。いっぱいねそのえっと踏切もあるし。だから私ももう何度もフランスの TGV に乗りましたけども。 まあ時間通りにつかないわね<ー>まあ15分20分当たり前30分1時間2時間遅れてもあの謝罪のことは一つないですから、うん、だってもうだってあんな込み入ったところね一般特急とか一般列車と一緒に走ってるんですから<ー>それは遅れますよ、うん、だから別にねそのなんかあの車が入り込んだりとか、うん、なん イノシシがみたいなことも含めてね、うん、専用軌道じゃないんだからいろんなものが入り得るで遅れてもオッケーってこれがフランスの TGV なんですね<ー>、えー。そんなのに作らせたらこうなりますよで日本が作るんだったらもう専用軌道 で絶対外からね車がなんか落ち込んだりとかないように、うん、だって現に日本ってほら東海,道し東海道新幹線オープンして以来全国に新幹線が張り巡らされ、えー、もう膨大な数の運行をしてますけども、えーね、基本、事故ないですからね。えーえー そんなね、あのえー、踏み切り、何かが落ち込んで物にぶつかったなんて話もないわけですよ、うん、もう何十年、橋田先生、ないわけですからね、うん、でやっぱりね、こういう事故が起きたっていうことは、やっぱり基本的な線路をフランスが担当したっていうところやっぱり大きかったんじゃないかなと思いますね。た、うん、た形だっっんんででででですすすすすそそううん、う最初が日本に頼めっつうんですよも、うん この台湾のね確かに新幹線のいきさつっていうのはちょっといろいろありまして、えー、最初、そのフランスを中心にしたグループが請け負ったんだけれどもはっきり言ってしまえばその当時陳水編政権でこの建設が始まってですね一応国際入札みたいな形でフランスのグループが請け負うことになったんだけれども。えー あの李登輝さんの「鶴の一声」で「えー、いやその高速鉄道といえば日本だろうと、うん、なんでフランスなんだよ」みたいな話になって、うん、それでで日本企業も部分的ににけううよよなな形になったんですよ<ー>でちょうど仕事が始まった時に、うん、とはいえその今武田さんおっしゃったようにフランスが最初請け負うという形でやっていたプロジェクトに、うん、日本が後から入っていって例えば車両とかですね、うん、部分的な提供をするっていうことになったもんですから。うん 色々と祖母が生じちゃったんですよね、はあ、でたまたまですね、えー、2002年だったと思うんだけれども、えー、と台湾で選挙があって私向こうに行ったんですよ、はい、でその時に金美玲さんと一緒に行ったの。えー、であるところで台北市内でですねいろいろちょっと仕事の打ち合わせとかをした合間に、えー、あのお茶を飲みに行ったんですよ。えー、で2人ででお茶飲んでたら、はあ 隣に日本人の男性がいてですね、来てですね。ええ、で、その人は東芝かなんかの、うん、まあ、ちょっとしゃべっちゃいけないかな。日本の電気メーカーの技術者だった。もう行っちゃいましたから。もう行っちゃいました。すみません。<laughs> で、ね、あの、いや、とか言って、あの、えー、いやきんさん、なんかテレビ見てますみたいな話になり。えー、で、そこでね、いろいろと、いや、実はですね、と。うん、その、私は今、その、台湾の高速鉄道の仕事で、こっち来てるんですけれども。えー、あの、非常に、あの、プロジェクトが、うん、まあ。 ちょっとやりにくい面があるんですよみたいな話をしたわけ<ー>そしたら金さんはだったら私これから午後総統府に行くから あの「ちょっとあなたの話もうちょっとちゃんと聞かせてよ」とか言って <laughs> <laughs> そのまま直通で相当,あの <laughs> 当時ね沈水編相当の国,です、ね、国策顧問ってことになっていたもんですからその日に私たちだから食事してお昼食べてだったかな確かその後お茶飲んでて、えーえー、それでその話を聞いたもんだから<ー>もうちょっとそのあなたの話をねとにかく私、えー、相当ふに言って言うわとか言って、えー、でも今からでも全部変えてもらえばいいのにその時金さんも ってたなんでフランスなのよとなんで丸ごと日本でねあの<ー>日本とやらないのよみたいな話になってそれでその時にどうやら、はい、まあ相当に何しろいきなりほらあの直談判じゃないけど<ー>あのいきなり話がいっちゃったんで<ー>台湾の交通部、まあ、日本でいうところの国土交通省ですよね、はい、そこの人がですね確か私たちが滞在してる間に<ー>その、えー、技術者の人に<ー>あの連絡してきたって言いました。 事情を聞くために、うん、でもね要するに今回やっぱりこの台湾の列車事故って費用、うん、ごとにいろんな情報出てきてますけどまあやっぱりずさんなんですよ。で 台湾ってね、あのーまあ、今、えー、と民進党政権じゃないですか、えー、で民進党の政権ってすごいリベラルだってことで、まあ、最近なんかあの日本のメディアがですね特にあの、えー、とオードリー・タン IT 大臣とかをこう持ち上げてですねオードリー・タンさんは立派な人なんだけれども、あのー、なんか台湾はすごく実はあの今の政権リベラルだっていうところばっかりを、えーあのー、日本の、ね、中で宣伝してるんだけど、えーえー、でもね、あのー まあなんでじゃあ民進党はそんなにリベラルなのと、はい、例えば反原発だったりもしたわけですよ。うん、あでこれはね民進党の中でも今すごく議論があって、えー、まあ台湾は小さな島国だから本当はねこのエネルギー問題っていうのはもっと現実的なねえことを考えなきゃいけないけれどもその今までずっとそういう反原発みたいな路線で来ちゃったからなかなかそれを変えにくいという悩みがあると。ななななんんんんででじゃあそんな反原発なんですかって話なんだけれども 台湾は、みんな誤解してるんですけど台湾は国民党と民進党が今あるというふうに今の目で見ちゃってますけれども台湾は88年まで非民主国家だったんです国民党による独裁だったわけですよ。 改善令敷かれてて独裁国家だったんですねそういう中でね例えばつい最近もですね私の SNS に「いやあの最近知って驚いたんですけれども李登輝さんはもともと国民党の人だったんですね」と「はい、やっぱ党派じゃなくて人ですね」って言ってきた人が「いやそうじゃない」って李登輝さんが政界に出た頃には。えー 国民党しかかありえなかったの<ー>民進党なんて要するにまあ地下決者みたいなもんですから、うん、早い話が<ー>ブラックリストに載ってる人たちだったわけだからそれはもう全然その今の台湾とは状況が違う<ー>でそういう中でその李登輝さんが民主あの要するに民主化を果たした、はい、でそこで民進党という勢力が出てきて陳水平さんが初の,その総統になるわけですよね。選<ー>、まあ、選挙で総統を選んだのは えーと李登輝さんが初だけれども、えー、その後、はい、民進党の総統として初めて陳水編がなるんですけれども、うん、あのこれはね要するに、えー、結局今まで全ての例えば、えー、公共事業と言われるものの利権は全部国民党のものだったんですよ。 民進党の役割みたいいになっていてとにかく本,本目としてはねあの本当の目的としては台湾を国民党という外来政権の支配から台湾人の手に取り戻すということが本来の目的なんですけれどもとにかく民,あの民進党勢としては独立派としてはあの国民党のやってることは全部悪いというふうに。でしかも すごく腐敗してましたからね。うん、あらゆる利権から、その一部のね、ははえ国民とのその関係者たちがものすごいその利益を得ていたから。これをやめさせるために、それに対して全部反旗を翻してたっていうことなんですよ。<ー>その歴史があるために。<ー>まあ、反原発であったり、うん、いろんなことに対して、そのアンチなわけですね。だけど。 結局、ね、だからこの台湾の,この交通関係もです、ね、実はそういった悪しき部分というのもいろいろ残っていたり、えー、あるいはその運営の点でいでろ、ねえー、んなその問題の残るところをまだまだ今のお蔡英文政権もきちんとそのきれいにできていない。はい だからやっぱり非常に根の深いそのずさんなねえその交通管理によって引き起こされた部分のある事故だということですよね。だからそのブレーキをかけ忘れたとかなんとか言ってますけれどもどうもそうじゃないみたいですね。整備会社の問題とかいろいろ出てきて今いる最中ですしねえまあだから今後ねもうちょっとさらにいろんな理由がね明らかになっていくと思いますけれども。 まあやっぱり台湾鉄道そのものもかなり腐敗をしているというようなことがようやくこう表にこの事故の結果ですね出てきているだからこれらを全部ですね<ー>、まあ、今後、台湾側が果たしてクリーンにしていけるのかどうかっていうかといころですね台湾新幹線は一応専用軌道にはなってはいるんですけども<ー>だからフランスなんか専用軌道なんか作ったことないから。 そんな人にだから側だけ専用軌道作ったって上からなんかいろんなものが入り込むようになったらこれ専用軌道としてだめじゃないですか<ー>何のための専用軌道なんだって話でやっぱね最初から日本にやらしておきゃよかったんですよ。本当にね,ね台湾新幹線は、ね、車両だけは日本製だから乗るとホッとするんですよねなんかデザインも一緒ですから席もなんかこのなんか感じも一緒でなんか日本の新幹線に乗ったかのような、ね、錯覚をね、うん、覚えますよねえと。視聴者の方からです、ね、ご指摘がありまして えー、60代だ男性の方から台湾の列車事故についてですが台湾の特急列車の事故は高速鉄道ではなく,なく東海岸沿いの在来線の特急列車です在来線の方でしたっけ厳密には新幹線と TGV の比較とはそぐわないかもしれませんというご指摘をいただきました。うんうん、あそうかかあ,あれでですすももんんねねねカレンですもん、ね、確ににに今回、ねはい、あの 今は全部そうか知りませんけれども<ー>なんかね乗るとね近鉄列車みたいなんですよ。 というのはね、近鉄の近鉄特急と確か同じ車両が使われてたはずですね。だから結構台湾のあの列車車両っていうのはみんな日本のメーカーからあの向こうに行っているものが多いんですよ。あそういう楽しみもね。そうそう。ただそういうね、その車両っていうのはまあある意味全体の中ではパーツに過ぎないわけですから、やっぱりこの運営とかですね。ええー。 まあ、いろんな問題が今、うん、あのどんどん噴出して明らかになっているとということですよね、うん、マレーシアも、ね、なんか中国に発注してやっぱ途中でやめるという話になりましたね。だってあの中国の新幹線って安いんですよ、まあ、もちろん日本の,あの新幹線の技術パクっているわけですけど中国の新幹線て安いんですね、ただ重大な欠陥があるんですけれども、なんだと思います重大な欠陥、はい、何でしょう 中国の新幹線って曲がれないんですよ。ええ <laughs> <laughs> 中国それ新幹線以前の問題です、ね、だから中国の本土ではそれでいいわけですよ2000キロとか3000キロとかほぼまっすぐですから、ね、あったとしてもゆっくりしたカーブ、うん、ところが日本のすごいのはこういう島国で地形が複雑で山岳地帯を走らせますから海岸と山を走らせますから、うん、あの特にあの東,海道東海道新幹線って90%以上がカーブなんですね。うん、あ<ー>あののカーブをあの速度で 行くからすすすすごいいんででよよこのねねね傾斜しま曲がってる感なだからそこら辺の作りが絶妙でだからあの,あのカーブを早く行くんですよだけどまっすぐだったらもう簡単ですよもうバンバン行くだけですから <laughs> ですよね中国の新幹線というのは中国っていうのはそういう場所なので曲ががる必要がない高速で曲がる必要がないのでとにかくまっすぐ作っちゃうんですねだからマレーシアなんか持ってったってまともに走らないですよ。 やっぱね、もし新,パン新幹線でカーブしたいんだったら、うん、日本を買いいなさ TGV も,も ICE もあんなもんごみみたいなもんですから、うん、<laughs> で中国の新幹線も所詮ゴミみたいなもんで曲がれないんだから。<laughs> <あ> <laughs> でもなんか中国は俺たちのかがスピードが出るとか言っていますまっすぐだからよそれは出るっしょモーターも足は出るっしょそれはカーブで速く走るのがすごいんですよまあ確かに確かにそうですよねしかも安定性がありますからね F1 だって直進だったらあんもんだってできますよそんなものカーブだからあれはテクニックがいるわけですよそう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 台湾土に埋めないからどんなに腐敗してるとかいったところでねそうね そこはせめてもの最低限度の違いとして認識していきましょうかうで,す、ね、では続いてのニュースの有本さんいかがい,いたしましょうかはいはい。はい、そしたらね<っ>あの古墳埋めちゃった話を<ー>せっかくですからはいはいはい、はいはいね、忘れちゃいけませんねこちらに参りましょうか、えー、韓国が朝鮮半島最大の古墳を発掘直後に埋めたわけとありますがこちら続けて深入りまいりましょう、えー、東京スポーツの記事の概要です外務省の船越武博アジア